どうもスバターなのねーってことでね、今日はこれユニバーサルパチ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 、これはね、何かっていうと、みんなおなじみの、みんなおなじみのこのびっくりユニバーサルスタジオのお土産バージョン。そう、その辺じゃ買えない、大阪行かないと買えない。うん。で、まあ、これお土産品なんだけど、これね、普通これ1個コンビニで80円じゃん。うん。これね、8個入りで2500円。つまり1個300円ぐらいするんだよ、これ。うん。で、これ8個入りなんだけど、これ10種類あるからね、これ。うん。揃わないんだよ、これ。1箱買ったんじゃ。1箱じゃ揃わないっていう。まあ、その代わりこのほら、特別のホロシールが入ってるっていうね。うん。で、この箱も、何パターンかあっても光ってんだよ、キラキラこれ。あの、シールみたいにさ、光ってんだけど、この、高級仕様のこの箱が欲しくてさ、まあ、何個も買うからさ、まあ、2、3個買えば揃うんじゃない?ということでね、今日はこれね、もうバンバン開封するから、うん、このユニバーサル。で、なんでさっきからね、ドンドンで規制してるかっていうと、このさ、音読みやばいよね、これね。このびっくり、マン。音読みやばい。これ多分これ普通に音読みしたらバーンされるから、うん、俺はもう全部規制するから。よし、じゃあ早速開封していこう。はい、エロンチャンネルでーす。今日はこのユニバーサル。どうするのも違う。まあ普通にやんないでね。うん。じゃあ早速開封していこう。まあ手始めにね、まずこれ普通のビックリマン、どういうものなのか。まあこんな感じだね。うん。しかも、ワンダーマリアが出ちゃうっていうね、このすげえ偶然。すごくね、これ。神かかってるよね、これ、ほら。ワンダーマリアが出ちゃったからね、これ、ほら。この前、そういえば、マショーネロが出たっけな、これ。うん。あ、じゃあね、ゴーストアレッパーだ。うん、すげえ。これ。もう、これはいいよ、いい感じだよ、これ。じゃ、それでは、早速、開封したいと思いまーす。まあ、今日はいろんな人が出てくるね、今日はね。はい。じゃあ、開けまーす。ドドン。あ、こんな感じですね。うん。あ、これはレアシール。はい、ドン。こんな感じでーす。うん。で、これね。もうこの、たぶん、これだけで多分ね、300円か500円する。あの、ホロって高いんだよね。うん。こんな感じか。はい、ドン。はい、こんな感じでーす。うん。で、早速開けていこうか。これ、取れてるよな。これ、取れてなかったらシャレになんねよ、これ。じゃあ、順番に開けていくよ。こっからいこうか、じゃあ。映りづれえな。どん。なにこれ?こんなんいたっけ?あったんだけど、見てない。ちょっと、後見てみるか、よく。うん。1枚目、はい、これ。はい、どん。こんな感じでーす。はい。じゃあ、2枚目。取れてるよな、これ。取れてなかったら最悪だよ、これ。ほんと。カメラぶっ壊すよ、これ。いくぞ。どん。お!いい感じのが出ましたね、これは。うん。あ、バンバンよ、バンバン。じゃあ、はい。3枚目、行ってみようか。はい。ドン。お!これ、開いてないのこれ。今んとこ一個も被ってないけど、あ、被りはしないのかもしれないね。被りはしないんじゃない?被んないけど揃わないみたいな感じだと思う。はい、じゃあ次。4枚目。はい。お!いや、そう、かぶんないんだよ、これ。かぶらないんだよ、これ、多分。かぶんない仕様だよ、これ。うん。じゃあ、残り4ついっちゃおう。もったいぶってもしょうがないからね、これ。ドドン!あれ?ダブった!これ、かぶるんだ。ほら、ダブっちゃったよ、これ。俺の高校の友達みたいにダブっちゃったよ、これ、ほら。あらら、ダブるんだ、これ。これ、嫌な予感が。せめて8個は揃うんじゃないかと思ったんだけど、これ。はい、ドン。あ、これ出てないね、まだね。うん。今んとこ1個ダブってる。この体勢疲れるんだけど、これ。はい。マジかよ、これ。ドン。うわっ。これはダブってない。あ、ダブってない。よかった。うん。で、ラスト1枚。よっ。はい。よかった。ダブってない。ということはね、1枚ダブリですね。1枚ダブリ。はい。はい、
じゃあ早速ね、出たシールを紹介します。まずこれ、これどうやらね、このシークレットデザインが出ました、これ。これシークレット。はい、皆さん、これはね、シークレットです。スーパーゼウス&スーパーデビル。これはシークレット。はい。出ましたね。出しました。うん。よかった、みんな見れてよ、これ。シークレットデザイン。うん。で、あとこれ、ターミネーターみたいなやつ。うん、これ。と、あと、ターミネーターとヘラクライスト。これね。あと、この、なんか、わけのわかんない鳥。うん。見たことあんな、これ。ロードランナーかな、これ。鳥と、あと、これがダブったやつ。うん、これ。うん。俺の高校の友達じゃねえけど、ダブったんだよ、俺は。うん。で、これね。ダブリ。あと、このプテラノドン。うん、なんかよくわかんねえ、これ。これが出ました。うん。で、結局、どういうことかっていうと、10種類中ね、どうやら7種類出たようだね。うん。1、2、3、4、5、6、7。10種類中7種類揃えました。うん。で、まあ、あとこの、必ず入ってるホロシールね。うん。あとね、忘れちゃいけないのはね、このワンダーマリアがね、出たっていうね、この偶然たまたま。これね。これも内外に嬉しかった。うん。ということでね。まあ、こんな感じでしたけども。まあ、皆さんもね、ぜひね、友達が大阪に行くときは、ついでに買ってきてもらうといいですよ、これ。はい。うん。このびっくりマン、まだまだ大阪に行きたくないと思うから。うん。はい。ということでね、こんな感じでした。じゃあ、また。